篠田山駅は大阪府泉市池上町一丁目にある西日本旅客鉄道阪和線の駅である。駅番号は JRR36。相対式ホームに面2線を有する地上駅で分岐器のない防線駅の構造であるが、踏切町時間明導対策のために駅前後の信号機が絶対信号機に変更されたため停留所ではない。有効調和6両編成分。 2020年3月29日までは、和歌山方面行きホーム側のみ駅舎があり反対側の天王寺方面行きホームへは地下道を渡らなければならなかった。そのため、天王寺側のホームにはインターホン式の車椅子専用出口があった。しかし、2020年3月30日より天王寺方面行きホーム側に駅舎が設置されたため、 階段を上り下りする必要がなくなったが、現在も地下道は使用可能で、ホーム間の通り抜けもできるようになっている。なお、前述の車椅子専用出口はこれをもって閉鎖された。泉府中駅が管理し、JR 西日本交通サービスが、駅業務を受託する、業務委託駅である。IC カード、移行下を利用することができる。大阪府等経年館によると、1日の、 平均乗車人員は以下の通りである。ありがとうございます。